ナンバー、アイのツイッターフィードには、黒のスーツに身を包んだ、エレガントで魅力的な3人の男性たちが登場し、ファンを驚かせる重要なアナウンスがなされました。彼らは喜びと興奮の中で、待望の、GO と CD が1月1日の初回リリースに続き、3月6日にデジタルリリースされることを明らかにしました。このニュースは、音楽プロジェクトに対するファンの熱狂的な期待をさらに高めています。 CD の予約注文はオフィシャルストアで1月26日まで受け付けられ、発売日には迅速かつ確実に発送される予定です。ファンはタイムリーなお届けのために、事前にオーダーを確認することが強く奨励されています。彼らはファンのサポートを非常に大切にし、それが音楽プロジェクトに対する彼らの熱意を反映しているのです。ナンバー、愛は音楽グループとしての伝統にとらわれないスタンスで知られています。 彼らは音楽活動だけでなく、ファッションにおいてもファンに対する感謝の気持ちを示しています。この最新のアナウンスでは、彼らが特別なスーツで登場し、ファンに対する愛と敬意を表現しています。これは、単なる音楽グループを超えた、真のコミュニティとしてのナンバー、愛の存在を浮き彫りにしています。ファンは、彼らのアイドルたちがこの新たなリリースで、どのような音楽の旅に連れて行ってくれるのか興奮しています。しかし、ナンバー、 愛は単なるアーティストだけでなく、個々のメンバーたちも魅力的な個性を持っています。平野史業はその可愛らしさとフランス旅行からの帰還でより一層リラックスした様子を見せ、そのカリスマ性はますます輝いています。彼の日常を除くのは毎日の楽しみの一つとなっています。岸優太さんは最近痩せて見えるかもしれませんが、その外見だけでなく自信に満ちた姿勢が魅力的です。彼の魅力は多岐にわたり、 ファンを引き込んで話しません。神宮寺雄太はナンバー、愛に加入してからさらにイケメンになり、その魅力は文句のつけようがありません。彼の存在感は、グループ全体の魅力を一層引き立てています。これらの男性たちは、ただのアイドルではなく、私たちの家族のような存在です。毎日彼らに会えることを楽しみにしているファンが、彼らの新たな音楽の旅を期待しています。 彼らの成功と成長に期待し、彼らと共に歩んでいくことが何よりの喜びです。